高校殺人事件は松本清張の長編推理小説。高校上級コースに連載され、1961年12月に公文社から刊行された。連載時のタイトルは赤い月。1977年に少年ドラマシリーズの一つとして連続テレビドラマ化された。松本清張では希少なジュブナイル作品の一つで、 高校生グループが事件の真相を探る移植作。カッパのベルス版の発行部数は66万部を記録している。武蔵野大地の一角、玉川の流れを見下ろす、かつての城跡に私たちの高等学校はあった。高校3年の私たちグループの一員で、ポーの浸水者である通称、ノッポが学校の裏の沼で無残な死に方をしたのは、沼のほとりに、 河津や井森の出没する晩春のことである。彼は闇の中から流れてくる怪しい笛の音に見せられて人気のない深夜の沼に入っていったというドラマタイトル赤い月。1977年4月4日から5月5日まで NHK の少年ドラマシリーズ枠で放送された。この記事は以下のカテゴリでも参照できます赤い月に関するカテゴリ。ありがとうございます。